2007年10月、帝都大学理工学部物理学科第13研究室にて一つの出会いがありました。この大学の准教授湯川学と警視庁貝塚北署刑事宇都美香織、実に面白い。2人はいがみ合いながらも数々の難事件を解決していきました。湯川先生、もしかしたら謎が解けるかもしれない。え？事件の全体像が見えた。分かったんですか？誰がどうやって殺害したのか。ああ、最終的には実証してみないといけないから。この事件にはきっと裏があります。どうしてそう？刑事の勘です。そうか。何か分かったんですか？可能だ。これなら全ての説明がつく。逃げてください。そういうわけにはいかない。僕だって君を死なせたくない。しかしこの湯川准教授が初めて警視庁から捜査の依頼を受けたのは、実は二人が出会う3年前のことでした。まだ准教授が助教授と呼ばれていた頃のことです。携帯盗むなんて。俺じゃないよ。なんで人の勝手恥ずかしくないの。いやだから本当知らないんだって。なんであんたが私の携帯持ってんの。よちゃんといいか説明しなさいよ。だから落ちてたんだって教室に。だから私は今日一回も校舎の中に入っておりません。ちょっと待った。君たちさ、感情論じゃ何も解決しないぜ。誰。僕は物理学科第13研究室で助手をしている。ねえ、だから犯罪なんだよ。分かったの。警察通報されてもおかしくないっつーの。いやだからごめん、聞こうよ話。だから誰なんですか。関係ないですよね。関係なくはないよ。うちの研究生が嘘つき呼ばわりされたんじゃ我が第13研究室の保険に関わるからね。誰。あの研究室の助手の栗林さん。来年は助教授になってるかもしれないけどね。いいかい、全ての現象には理由がある。論理的に考えればおのずと答えが見つかるんだ。さあ事件の発端から聞かせてもらおうかな。私たち今日別れ話をしておりまして。別れ話。はい。急に別れるなんて一方的すぎるよ。好きな人できたの。え、誰それ。文学部の人。それは言えない。じゃあ私急いでるから。ちょっと待ってよ。ごめん。多分あの時にこっそり盗んだんです。嘘だ。携帯は拾ってちゃんとバッグに戻したよ。なるほど。で君たちはそれぞれに分かれ授業に出たと。私はレポートの発表ってのは嘘で、授業に出る気がしなかったんでくるみと一緒にお茶をしてました。あそこのベンチで。でバッグから携帯がなくなっていることに気づいた。 W は W イコール FS です。分かったかな。もしもし。え、もしもし。誰。あれ、ゆうか。なんで。なんでじゃないわよ。盗んだわけ。え、何を。振られたからって携帯盗んで着歴見るなんてストーカーと一緒だからね。いや、本当に知らないんです。どうした。教室に落ちてたのか。じゃあ勝手に携帯がバッグから飛び出してポーンとあっちの教室まで飛んでったってわけ。そんなことありえるわけないでしょ。はだったらほら瞬間移動したとか。はだってほら空中浮遊する人だっているわけだし、携帯もこう急に浮き上がって、ね、ありえない。瞬間移動に空中浮遊。バカも休み休み言ってくれよ。
そのうちテレポーテーションやタイムスリップまで可能だって言い出すつもりか。でもいいか、準備室を出た時にチャイムが鳴った。それはつまり9時ちょうどだ。そしてくるみちゃんからの着信があったのが9時8分。問題はこの8分の間に誰が携帯に触れることができたのかということなんだよ。君の教室がある9号棟はここからかなり遠いよね。もし仮に彼女が教室に携帯を置きに行ったとする。でもここから往復でも最速で10分はかかる。しかし9時8分には彼女はここにいて、君に電話をかけ、その目撃者の友人までいる。小渕沢君、僕は今たまらなく悲しいよ。いや、栗林さん、伊藤さん、結論は明白です。犯人は君だ。優太、絶対これで最後だからね。私マジで小渕沢君見ててかわいそうになっちゃった。だってあいつあれぐらいのことしなきゃ諦めてくんないんだもん。いやー、くるみありがとう。おそろの携帯持っててくれてもう大変だったんだよ、教室忍び込んで置いてくんの。おそろ来ないでよ、ごめんね。今日 B 定食おごってあげるから、学食で。え、 B 定食。 B 定食マジで。え、何 A がいいの。何いいよいいよ、 B でラッキーだったよね、あのおっさん来てくれて。あ、こいつ、これこいつ犯人はお前だ。